レースって一人でやるもんじゃないですからね。たくさんのチームメンバーを編成するところから始まって、で一生懸命車を作って。はい、レースをしている時というのは当然、自分の車だけの音ではなくて、周りを走る車の音も聞こえてきますよね。でそれから、車がこう運動している時に、例えばアンダースタイヤが出てフロントタイヤが逃げていってるような時というのは、フロントタイヤがこういう運動をして、振動を生み出すんですね。そうですね、グランツーリスモってやっぱり学ぶことがすごく多いゲームなんですね。車とは何か、車のメカニズムとは何か、ドライビングとは何か、いろんなことを、知れば知るほど楽しくなってくるゲームではあると思います。プレイステーション。